今回は簡単にできる焼きナスです。インダクションレンジに大フライパンをセットしてクッキングシートを敷きます。皮を剥いたナスを並べていきます。インダクションレンジマニュアル8で焼き色がつくまで焼いていきます。ひっくり返して両面焼き色がつくまで焼いていきます。両面焼き色がついたらお皿に盛り付けて、つゆの素、鰹節、すりおろした生姜をかけて完成です。